サファイアブルーの綺麗なカクテルなんかええのありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はサファイアクール1990カクテル大会十分優勝カクテルです。ジンニーキュラソーグレフルブルキラ合わせて作るで、ほないくで。材料4つをしっかり量ってシェイカーの中にぶち込んで氷を詰めたら準備は完了。がっつりシェイクをいたしましょう。カクテルグラスに注いでレモンピル絞って飾れば、はい完成。柑橘キリリの爽快テイスト、綺麗に着飾りお試しを。スミルフアイスでマッサオカクテルなんかええのんありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はビーエッグカポホスキー。名前の由来はよくわからん。家でもできそうカクテルです。スミルフアイスとブルーのキュラソー合わせて作るで、ほないくれ。大きめグラスに氷をぶち込み、材料2つを準備してしっかり測ってグラスにぶち込み、ステアをやったら、はい完成。持ってるならばジョッキを使おう。まあ目分量ええんちゃう。スミルフアイスが好きならおすすめ、パーティー感覚お試しを。海外夕暮れ綺麗なカクテルなんかええのんありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はフロリダトワイライト。トワイライトやけども綺麗なブルーよ。ウォッカにグレフル、トニックブルキラ合わせて作るで、ほないくで。大きめグラスに氷をぶち込み、ウォッカとグレフルぶち込んでステアをしまして、トニック注いで軽くステアをいたしましょう。仕上げにブルキラ上からドロップ、そのまま混ぜずに、はい完成。すっきり爽快シンプルモニカン、柑橘好きならお試しを。